零級式自走対空機関砲は中国北方工業工種が製造した中国の早期式自走対空砲である35ミリ機関砲2門とオプションで打ち放し式赤外線誘導ミサイル2門を搭載している2009年に前身の95式自走対空機関砲から順次置き換えを開始した一部の軍事アナリストは零七式としていたが2017年に 開催された中国人民解放軍90周年記念テーマ展覧会で礼9式と正式に指定されたことが確認された。1987年、中国は製造ライセンスを得てエリコン車 GDF を輸入し、中国では90式に連想 35mm 対空砲システムとして指定された。90式は主に近接航空支援機、ヘリコプター、 無人航空機、巡航ミサイルなどの低空飛行標的の攻撃用に設計されている。冷球式は90式の自走式版である。冷球式は PLZ-0 5と似たシャーシを採用している。レーザー距離計とサーマルトラッキングサイトを備えたコンピューター制御の標準システムを装備する。デジタル化記制御システムと自動装填装置は車両後部に設置されている。 車両は、交戦前に、栄光弾付きヘイ、栄光弾付きハイプ、空中炸裂、標的練習用栄光弾の5種類の弾薬を選択することができる。砲塔は方針ごとに2つの独立した装填機構を備えている。追尾レーダーは、砲塔全部に設置され、デジタル射撃制御システムが上部に設置されている。砲塔上部には緊急予備中光学が設置され、 冒頭の屋根後部には監視レーダーが設置されており、探知距離は 20km、敵味方の識別が可能である。霊柩式の他の標準装備は、乗組員とコンピューターのための空調、暖房と換気、及び、核、生物、化学兵器の影響から保護するための NBC システム、などである。霊柩式はまた、自動化再検知、抑制システム、データリンク、 大体内の他車両との外部通信システムも備えている。中華人民共和国。ありがとうございます。